Realmente, para... なんかガチャまでが重いとは聞いたけど。運が悪かったな。このラーマに出会うとは。いらっしゃいませ。血のありすぎる偽村に費やしました。どうかな。ご時間偽村。任せな。行くか。せえ。例えるなら父母の初期の頃よりひどい。それはほんとひどいですね。やってやるさ、存分に。お待たせ、こんばんは。夢のように片付けよ。血のありすがちゃ1回だてリセマラしようとしたらできなかった。運が悪い人はもっとやってるみたいです。王の契約だ。さて、鬼遊びしちゃいましょうか。するする。お礼払ってちゃんとイチャイチャする。王の話をするとしよう。行くか。星の宇宙に物見の歌が、楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者のみ通るがいい。ガーデンオブアバロン。これはミコン。仕方ねえか。たっミコンバンはバンハー。ミコットさんこんばんは。ミコットさんいらっしゃい。お任せ、夢のように片付け。茨城には後でイベントのご褒美にチョコレートあげる予定です。お望みのままに。それどうかな。茨城のおにぎりで会うようになったお兄さんです。沢城みゆきさんですね。この辺りいじった方がいいんじゃないか。皆さんこんばんは。お任せ、夢のように片付けよう。やっぱり沢城さんか。こんばんは。この辺りいじった方がいいんじゃないか。これからどんどん忙しくなるお兄さんです。我が力に刮目せよ。行くか。ハローハロー。羅刹王すら屈し、その身で受けてみよう。くらえ、ブラフマースター。モードレッドも同じですね。それ行くぞ。ゆっ、いいだろう。ラーマとナイチンゲールの一人芝居なのか。チェッ。さあ、散ってしまえ。なっ。戦利品を確かめよう。昨日は放送中に寝ちゃいました。今来ました。ビータ1も見落とすなよ。いらっしゃいませ。この流れで鬼ヶ島君かな。こんばんは。もう深夜放送からやっと解放されたのだ。あの月のお方は。ラーマ、沢城、お世話ナイチンゲール、沢城、さん。チャレクエ意外と簡単かも。やったね、バイスさん。マジで。結構苦戦した記憶。さすが
すがミコットさんだぜ。それどこの第五得意点。え、ミコットさんさすが。鬼イベントは明日までだよね。までですね。さすみこ、ミコットさんすごい。ミコットさんすごすぎ。真珠ピックアップ引きました。こんばんは。ストーリーガチャをなんとなく引いたらピックアップじゃないのに茨城ちゃんを引いたシュクレアです。茨城ちゃんだと茨城ちゃん、こんばんは。羅生門から逃げてきたんだよ。ちなみに単発コフでね、腕倒さないでいけると思ったけど全然ダメだったから普通にガッチガチで固めていった。新宿の時にジャックとブラドさんが来たすり抜け思い出が蘇るな。安息の地を求めて。こんばんは。助けてくれ、死にとうない。あいつら鬼だ。今新宿ガチャ引いたらアブエンジャー来ました。頑張って育てよう。いらっしゃい。新宿ピックアップで遠征引きました。いらっしゃい。野生新宿のアサシンお前じゃねえよ。よし、今来ました。こんばんはです。 M これで行ってみます。ワンワン強いですよ。いらっしゃいませ。予備筆1からだ。30連で1からだ。ワオン。ガッチガチやんたて。新宿アチャーホーム後にしようかな。耐久パ。ミコットさんがガチャーに戻るのかな。盾、筋肉、盾。もう、今回の種火すべて使って最終再臨も完了したので、パソコンで見れるまでは今日修練行ってくる。時間かけて殴るのか。よう、バイスミン諸君、元気してたか。いてら、狼とは群れるもの。俺には統制的に行く方が。やっぱり、呼び込まれて都市伝説。いてら、いてら、こんばんはお久しぶりです。ステータスアップ。これで耐えます。まだ。倒れません。まだ。倒れません。ステータスアップ。これで耐えます。なんだよ。貴様は何者だ。はい、了解。押し切ります。はっ。これで倒します。最近二次元過ぎたから当分は出ないな。ぬぬ。ぬぬ。うん、これだ。レオニダス好きだよ。腕が正直しんどいけど、塔の茨城は全然倒せるくらいに弱いと思った、はい、あ、間違えた。お任せを。オス、オモ的な意味じゃなくて。ムーン。テルモピロイ。ショス。エノモタイヤ。ねえ、限ってきたぞ。鬼の
ではランコミニアドで一案です。うらだまれうらだまれゆくぞお任せを。はい。はい。ひどくて目覚めそう。エドモタイヤ派。タギルうりゃたぎってきたぞブラダマレーブラダマレームンヌヤレオニダスシコ了解お任せを押し切りますまだまだ落ち着いてそうだバイクちゃんとも持ってもらってないだろまだまだだ本気で有効かこれが放置プレイかブラダマレーブラダマレー結構持ってないですよ視点同時遅っみじそうですこれがスパルタだはいお任せをこれがスパルタだあ、それはねえ実装されてます、マガオテルモピライ、エノモタイヤたぎってきたぞ嘘だあとカフェイン持ってないねクローティアル走れ草原ラッショモンダイヤギダメああまだ強化の効果俺の実装枠しろよちょっとやり直しますねなんと茨城そうだこれは夢なんだ仕切り直しアホなことやってたからなバイスさん手間守ってたっけもってないですねぜひ欲しいふっ水着を前に30連した俺を呪うがいい血のアリスメンテ入って暇な人ですおいマジかよ夢ならサメシドーンどっちだ茨城最近引いた血のアリスリセまだ終わってないマッマといえばエレナママに決まってじゃあ鬼ヶ島復刻必須ですね冷まさせてやるよ物理的にな来航マッマお願い夢なら覚めて今ガチャ1回回したら初めて丸腰新次君来たじゃん把握丸腰新次君は大当たり新次君いらっしゃい万事王万事ブルルルルルル新次君を知らない丸腰新次君おめですただいまです白目丸ごと新次君持ってないマジか大当たりか丘ですおかか、丸腰新次君は立ってない。丸腰新次君は役に立つ、食事、新次君は勇者。わかめい。水着新次君まだかよ。新次君は切り突させよう、干渉よう。よし、20連引くわ。スキルママシュ完成仕上がり新次君は残飯処理に役立つスキ
ルママシュピター、今完成したのかい？スキルマシュお疲れ様です。ミコットさん、ご無事でありますように。赤ザコ1枚引き損ねたんだよな。おめでとうございます。今度こそ、間違えないぞ。バイスさん、俺にマシュをください。おめでとうございます。マシュがいないとか。何したんですか？セクハラですか？大キューパなんてことを。あのデレデレな後輩を逃がすとは。先輩最低です。先輩最低です。本気で言うか。敵もなし。俺何もしてないのに。レアプリ1000個で復元可能です。アースさんの場合ステータス、あーマリン、これで耐えます。チャンルオルタのフレンドが申請してくれたんだよ。これで耐えます。レフ教授に取られた。まだマシュはモニモニしても怒らない。倒れません。後輩だと何したんだよ。何したのか、わらわら。はい、了解、押し切ります。寝取られか。やー、これで倒します。今日もチャオス、んとはうっせいぞ、ふんぬ。何されたのかよ、わらわら。何してんだろうね、俺、わら。あ、よそ見してたらやられた。んとはう、頭が。俺はシノアリスにハマってただけだ、無実だ。マシュー。孔明ってストーリーにあったっけ？片言。マシュー。孔明ストーリーいたと思うけど。決して、スノーホワイトちゃんハーハーペロペロとか言ってたわけじゃない。んとは、属性のある私に資格はない。だから何、孔明ストーリーありますよ。それはアースが悪い。3、お、2章のセプテムで出てた。2章にいましたね。はい、アースさんだった。第2章にアースさんは来て言葉知ってる。アレキサンダーといたぞ。ちょっと行ってくる。いましたね。今星59とかいう狂人になってます。シノアリスですね。わかります。イテラ、行ってらっしゃい。みんなシノアリスか。ストガチャ怖くて回せない。イテラ、スノーちゃんはズーカは俺もやりてえ。ゼノブやハハ言ってた。私は今回のイベントは伝承決勝がうまいな。気に食わねえ。シノアリスはメンテ。俺もう新宿ピックアップとか知らない。ストーリーインコ、ステータスアップ、これで耐えます。ステータスアップ、これで耐えます。なんだよ、メンテの模様。メンテ朝までですよね。俺の扱いがひどくて目覚めそう。そかそか。おん、なんかすごいカクカクしてるし、サバ落ちが多すぎて派手そう。シノアリス符号そっちのけになってしまいそう。シノアリスやばいみたいですね。ぜい、シノリアス、シンデレラ出たから。ぜい、終わり。ちょうど何もない期間だから。新茶来たけどみんな楽しそうだから言わんといておこ。結構シェア奪われそうですね。ステータスアップ、なんでや、なんでクゴやっとらんのや。これで耐えます。ステータスアップ、これで耐えます。はい、これが、行くぞ。いつの間にかアラフィフが来てびっくり。お任せを。テルモピロイ、テルモタイヤー。こんちゃー。まあ俺の場合普通にタゲーしてますけど、メンテが始まる。サニュってきたぞ。先に思いつくの自分だけ。おめでとうございます。いらっしゃい、待て、いらっしゃい。素晴らしい、世界は破壊で満ちている。ミオ太郎さんマジ裏山。シノアリスが面白すぎるのが悪い。
新茶のアブエホスイ、こんばんは。落ち着いて、了解。はい、落ち着いて。戻りました。落ち着いて。これで倒します。この素晴らしい世界に破滅を。和音、いや当たったって意味じゃなくて、おかか、おかです。二度とか人間になりそう。おかえり。気に食わぬぜい。まだまだ。おかです。おかえり。新茶なのかアブエなのか、ピッチアップが来てびっくりって意味です。はい、おかえりです。おかえりっす。見たままで我慢してます。むは、なんとなく武器のレア度がねえ。ダメージが多いな。コナミ感なるへそ。さっきまで 4G やってのだが面白くてな。はい、ねえ、パニってきたぞ。スグエニのスマホゲー短命が多いイメージがあるけど、シノアリスは大丈夫そう。ランサーに目覚めたかもしれない。こっちゃん、癖の悪い鬼だね。新茶ってほぼあったと思うんだけど、バイスさんはインドア派？ミコン、よっこしがっかり。フゴとどっちが面白いの？お邪魔します。これでどうかな？怖い、アクセ。手です、マジです。これでどうかな？新宿のアーチャー。マシュー。足癖が悪い。投手金吉。う、注射が金的キックだよ。きっと茨キックパンチ。はい、いいでしょう。はい、鬼だからな。てや、まだ終わりではないですよ。うまくない。座布団募集。キックと書いてパンチだな。ティアール募集。走れ草原羅生門大演技。マスターなんだか。ところで新宿のアサシンはお強いですか？手を抜き。ああ、星をたくさん出すよ。辛そう。正直耐久の方がおすすめ。歌丸ジェノサイド、そろそろ勉強に本腰入れるので今日はもう起きます。少しばかり誇張して書いてやる。マシュを僕にください。アサシンは正直。うん、マーリンがやられた。お疲れ様です。星がいっぱい出ますよ。これレイジュシッチった。ああ。ランさんこんばんは。癖が強いかな新茶。お疲れ様です。ジャックがおるからな。まだ。あれ、なんでタッパが倒れません。だと。ランさんお久しぶりです。アサシンはステータスアップ。これで耐えます。ランさんこんばんは。佐藤さんこんばんは。了解。はい、落ち着いて。落ち着いて。新宿のアサシンは正直強いっていうか扱いにくい。腕のガチャで虹色演出込めてみた。泣きそう。シノアリスに吸われてるだろう。ガンさんこんばんは。ガンさんこんばんは。ガンさんこんばんは。なぜその名を。弱すぎるわけでもない。シンシさんこんばんは。これで耐えます。おめです。まだ倒れません。新宿勢は正直どれもこれも上位互換もどきがいるから。しょぼん。カフェインさんこんばんは。こんばんは。いいぞ。はい、落ち着いて。落ち着いて。ソラ、やーっ。こんばんは。ああ、矢印ようこそ。矢印大好き。ジャンルさ、わらわら。おめでとうございます。レイブンさん、コヨミンさん、あとなんかこんばんは。うわあ、ガンさんが神明ばらされた。震え声、最終日ぐらいきっちりになっては。あ、今来ました、こんばんは。神明。ジャンルおめです。ようこそバイスランドへ。はい。カフェイン。落ち着いて。飲みすぎ。落ち着いて。中毒。神明。救急車。了解。う、頭だ。押し切ります。おめでとうございます。ヤマト並館、どうしましょう。自分はノップと新宿アサシン組ませてるけど、ぶっちゃけ小太郎でいい気がしてきた。それはすべて、すべての怨恨を癒す。なこと言ったら気になるから、権限せよ。ロードキャメロット。小太郎君に言うの。
します。あれは新宿アサシンとやりおったでいい感じ。初見です、こんばんは。本気で有効か。小太郎優秀、初見さん、いらっしゃい。いらっしゃいませ。クリティカルがうまいのなんの。愛があればキャラの強さなんてカバーできる。こんばんは。初見さん、こんばんは。新宿は誰も来なかったからな。小太郎はステラの次に最終再臨させましたね、はい、次の日にクレパと来ましたがわら。了解。こんばんは。了解。ぶっかけキャラとしても小太郎が好き。ボス、こんばんは。よーし。はい、聖杯、暇な人、うちもやでー、わらわら。ここら辺から腕に宝具打たれるな。自分はエドモンとジャンヌで行きました。ステータスアップ。うわー、これで足ります。影がまだ倒れません。ライダーさん育て始めました。冷やし中華何かん。グロートさん、こんばんは。小太郎さえ臨死したらクレオパトラ来たのよね。うちも了解。いらっしゃい。押し切ります。チーはしすぎし。はい、みなさん、こんばんは。今日は参加でした。こんばんは。聖杯誰に使うべきかよくわからなくて使えてない。こんばんは。いらっしゃいませ。トータルはしご3対2ですね。クロティアル走れ草原ナショモン大ヤンキー発表したが、聖杯は目で積み込め。愛が一番。ジャンヌに突っ込むわ。真実の愛、私は今日ステラさんに使いました。愛大事。神明もう締め切りか。はい、自分の仕方ない。私は最悪の席に立つ。そんなの福袋で見つる。マーリンからの一撃。それはすべての怨恨を癒す。彼らが呼吸権限せよ。ロード。キャメロさん。なかったんだ。塩川、そんなに悔しいか。うるせえ。何かに叱って立て登場もありだね。バイスさんはステラに聖杯を告げ込む。愛、愛ですか。じゃあ英雄王に聖杯させていきます。ではお前の人生タイトル、そう、メルヘンマイだとか思ってしまう。夏福袋あるか心配。5、9やね。聖杯はヘラクレス一択。鬼ヶ島は2ヶ月後に来るのか。聖杯はランター一択。アーラッシュに聖杯つぎ込むのはデフォ。はい、はい、じゃあライコーマスまでもいいの。落ち着いて。星5は20体近く。コナミカン、やー、聖杯は服がの意見が人それぞれですね。わら、聖杯って量産できないかな。本気で有効か。塩川、思ったらアンデルセンの声ってパラオじゃね。まあ中の人だけど。不幸で日の目を浴びたランサー君。スコ、ステータスアップ。これで耐えます。ゲルダの涙よ、心を溶かす。があれば同じ小安さんです。はいはい、持ってない方から数えた方が早い。落ち着いて。はい、ふっ。聖杯めっちゃ使うんですね。何言うかな。小安だからね。寺小安、聖杯、お菓子入れでしょ。クプクプクなんだな。クプ3分間クッキング。小安さんの声さんとこ。犬にくれてやる気などない。防神プナミカン、吸血鬼だね。ちなみに聖杯処女はよりあれが持ってった。意味不可だぜ。なんやかんや小安さん多くね。のとさんもいいぞ。了解。アイスシワコツ、本場承認されたランサー最強。了解。そこにクリアがあるだろう。はい、それでも足りない。クプはなくなってからでも回収できるから、まあ頑張れ。お自慢のスキル上げが暗すぎる。鎖マラソンしながら、ワコありです。ふっ。アガルタの欲しいサバテアサシンでしたっけ。ステータスアップ、これで耐えます。そろそろクプクエ増えてもらえような。ステータスアップ、これで耐えます。ギャグターです。倒れません。神明会長、バイスさんのステラさんかなり使ってました。了解。ギャグターじゃなかったっけ。まだレアがわからんな。アガルタはまだ情報なくない。ステラさんマジ有能。それはすべての怨恨を癒す。我らが権限せよ。ロードキャメロさん。ステラ、腕破壊の自爆用じゃないの。
これで倒します。アサシンの言うのをさばって結局なんだろうね。あんまりこれが強いじゃないよね。えランサーはルーン魔術使えるんだからスキル強はよ。えエレちゃん欲しいってことは逆でしょ。走れ草原ラッシュオモン大焼き。ジャックちゃん一強じゃね。ジャックは有能じゃないか。前はクプクエスとスラ土日限定みたいな感じだったからな。固定になっただけありがたい。出なくて発狂する。えへジャックでしょ。あれもう締め切りか。仕方ない。最後勘でも小太郎くんとかいるしね。私のスライさんはただいま75レベです。落ち着いた。サケロン波動やお母さんになれなかったデイカ。これで倒します。ステータスの状況は負けても回収できるようにしましょう。川が悪い。すなわち上がるから不要フラグ。お母さんたちの盛大な絵若干やぐさ。ぜい ジャックがアサシン初めてのサバだから麻痺してたん。ステラーさんは偉大な英雄なんだから。百花たちのさんも強いにゃで。話題には上らんか。茨キックを許さない。破産は即死あるんだぞ。式は文字ぴったん文字ぴったん消せらせらうらら。耐久パッテ偉大だね。直球ステラさんは毎日忙しいやつだよ。キック？ほえ。初期の方が良さそうな気がした。クレパト君はいまいちパッとしない。分布効率はやばいが。実際、ジージと殺式以外の即死の確率が低すぎるような。しょぼん。式は確かに、セイバー版より強い噂も。本気で有効か。これ即死チャレンジやれるかな。チャレクエイバラキを別のパーティーで倒せないか実験中。即死どうだろう。あとアサシンと言ったら言うにはいるけど、即死はおまけって兄貴も言ってる。全ての体制に入ってそうな気もする。ステータスアップ。これで耐えます。即死してもガッツがあります。ステータスアップ。これで耐えます。体制に入ってるよ。了解。押し切ります。敵なはスキルのバランスも良いし火力もまあまあ出ますよ。討伐戦では通ってたけどこれは。はい行くぞ。即死対策ガッツ。戦士さんもおまけって言ってたし。やっふっ最近疲れてんのかこの時間すごく耳。ぜいやっぱアサシンは2、3が優秀なのね。乱数調節で即死と喧嘩して大半のボスをコロコロしてスコーリーで余裕分は勝ち組。即死する前に全滅か倒しちゃいそう。そこはカルバンと燃える GG の存在へ。カフェインを摂取するのだ。やりますね。これがスパルタだ。了解。今時間目になるのは正しい。無限ガッツテルモピライエノモタイヤー。 GG 欲しかったな。キングハサンはアタッカーアサシンとして優秀すぎる。ぜいこれやっぱ無限ガッツ。うらまれうらまれ。え、セイバー違うんだな。グランドアサシンの器矢印ここ大事。おいやめろ。昔カフェイン中毒で2日ほど寝込んだんだぞ。カフェインやめー。わらわら寝ない。筋力 B なのに。だよね。カフェイン注入だぞ。行くぞ。了解。落ち着いて。押し切ります。エノモタイヤ派。ぜい！やだまれ！綺麗な笑。カフェインの点滴。ダイナモ感覚。これだ。ヒロインXは昔すぎて若干インフレについていけない感が否めない。はい。無限ガッツは反則。落ち着いて。はい。落ち着いて。はい。
ジでトラウマだからやめろって。ふぅ本気で有効か。どこの人類役だよてめえ。やだまれやだまれクシの英雄か。誰だっけそういうやついたっけダイナモ感覚さんの原作よよ。カフェイン中毒って辛いんだぞ。クレオパトラ、無限ガッツ、私のこと呼びました。これだ。でも十分反則なんですが、わら、目が覚める。泳ぎじゃないです、レイジュペカーン。なお、自分の友人は司令魔術師が痛み気で乱数調節で 100% ガッツで無双する模様。行くぞ。わら、ガンさんはリアル無限ガッツ持ちだから、出たな、無限ガッツのガン。ヘラクレスは特別だからね、仕方ないね。了解、落ち着いて。落ち着いて。やっ新宿アサシンしかコーレアサシン持ってないのつらみ。それも境界コラボわよ。フローティアル。無限ガッツは反則。走れ草原ラッショーモンダイヤンジー無限ガッツのガンさん何それ最強やん。ネロサイのフラはなんとか倒せたお。セミアサシン持ってるけど。どうだ不死者の英霊とかおったっけもしくは心霊とか無理やろ率直心霊会長バルタローや私はこれが落ち着いてバルタローや落ち着いて落ち着いて落ち着いてエルモ嫌いエルモタイヤネロサイは最後以外終わったお。スケープゴート優秀だぞやーっクレオパトラとジャックやーっと思ったアーチャーヘラクレスの実況負け来るのかなどうせ体力100でしょエミアーサシンもスター効率いいだよジャックの次にいいんじゃないかなステータスアップこれで耐えますステータスアップ持ってくるならたくさんだろうこれで耐えますはいケリーは魔術矢印時間制よキャスター特攻クラスチェンジがあれば完璧、はい、あー忘れてたあいつも育てないとなそれはアチャクレスじゃなくてアルケイデスでしょいやーこの瞬間で星が出るのなんのせいっ本気で有効かこれでどうかな B で星出せるのすげえアベンジャー実装と予想するさあ銃弾で削り取るんでしょ適当ここら辺からどうしようお任せをいいでしょうはいてらアサシンブリーはまあふっ大工ムーンの遊び心じゃね神明変えるのめんどくさいのんでネロサイはギルさんのとこ以外はクリアでしたうちのカルデアランサー不足なものでねアルカイデスならアブエ、はい、ヘラクレス追加なら弓かな了解押し切りますはっやーっふっ思えばアサシンって実装少ないよねマシュマロ孔明王の話で60ターンかかりました大強化でクリアするの振動キャリコ M950 だっけなあの10まさかのダブルクラスアサシンは星出しと割り切って利用する感じなのかなアサシンなんだよないつぞのエリザみたいに工場ジャックの皆この島ではお見せしましょう落ち着いて落ち着いて了解押し切りますアサシン少ないよねアサシンこれはフラグだこれこそがアスカロンの何時は理由すみありきアスカロンイスカンダルとアレキサンダーの霊もあるしねキャスターはサポートアサシンは星って感じだからねふっバイスさんは福袋はジャンヌ狙うんですよねセミ様に期待フローディアルあ、わらわらされかけた走れ草原ラッショーモンダイヤンジーの状態コラボですね何度目だゲルダの涙よ
心を溶かす。そんなこと言ったらアタッカーのダヴィンチと三蔵が追ってだな。ツバメ青スキルで星15とかいな。え、新名会長、もう締め切りか。仕方ない。私は最悪の席に立つ。それはすべての怨恨を癒す。我らが呼吸源せよ。ロードキャメロット。何やったん？三蔵さんの日の風邪で役役するんだよ。キャラとして我らが呼吸源せよ。ロードキャメロット。この枠、ウェリア、何が起こった？何やった？ケイジさんの相手ではお前の人生タイトルそうメルヘンマイだ。いつも追われるから仕返ししたら切れられた。今ありのまま起こったことを話すぜ。ぜい！そやくさ入るで。何の了解話なんです。落ち着いて。いいぞ落ち着いて。やっ、これまで悔やめや、わら。そや。はいはい、ホルナンチャラホルナンチャラ。草に草生やすなよ草。理不尽すぎる。さて、まったく。はい。草に草生やすな、わら。つまらん。そうだぞ。本気で有効か。槍まで来た。微妙はアタッカーだよな。はいはい、ポルポルポル。ボト、草に草生やすな。ステータスアップ。これで耐えます。ステータスアップ。これで耐えます。おもがきは強い、はい、了解、押し切ります。ふっ、無限の草原、これで大草原バーデンを倒します。おもは褒め言葉。まだ倒れません。おもしかいねえのかよ。ステータスアップ、いつものことでない。これで耐えます。いいぞ。落ち着いて落ち着いて。仕方ないね。落ち着いて。本気か。やっ、お前の受けかよ。やっぱアスさんは変態だからバンされそうになったのでは。あ、自分はのんけですよ。はい、セイレアさん、セイレアさん、セイレアさん、そうかな。走れ草原羅生門大炎炎炎炎炎炎炎。俺はロリコンだがホモではねえよ、わらわら。は、やめて、助けて。いや、あの時はまだペロペロしてなかったから。ど、は、変態ではない、変態仮面だ。落ち着いて。はい。え、なんてこったい。了解。何時はこの押し切ります。え、いいぞ。ふっ、へ、変態だ。変態と同じ戦士だよ。つまらん。罪だらけ。ロリコンだ。ぜい、ショス、ブーメラン、罪しか見当たらん。変態、それもまたローマである。あと3足らない。邪剣、みんなで警察に捕まりましょうね。このサッカー、へ、変態だ。神明、聖罰しよう。会長、了解、3足りない。神明、会長、了解、押し切ります。飛ぶまでもええのよ。はい。アンデルテン、わら、え、それはすべての怨恨を癒す。我らが呼吸権限せよ。ロードキャメロット。
テラ。イテラ、車検、夜、アンデルセンもいい。ふっ、君には失望したよ、イテラ。これで、軍隊の守りを寄せ、イテラ、ホールまで散布と見た。イテラ、聖剣、好き、イテラ、嫌い。ステージを作るのか、困惑。イテラー、とりあえずシャンプーから食しましょう。もう締め切りか。当たり前だよな。仕方ない。イテラ、落ち着いて。落ち着いて。そこまでして働きたくないかアンデルセン。それはすべての栄光を癒す。我らが権限せよ。ロード！キャメロット！とは、なんでも嫌？わらわら。その後岩さんを見た者は誰もいなかった。カルシウム取ってこないと。ではお前の人生、タイトルは、そう、メルヘンマイだ。え、ドン引き。ほら働けアンデルセン。だからんとアントはうっせえぞ。いいぞ。はい、煮干し食べろよ、震え声。つまらん。このエロ離婚じゃなかったのかよ、絶望。やめろ、真顔。風呂食べながらシャンプー飲むんですか。きっくいぜー、骨っこ食べてー。なんで人妻って言うんだろうね。ゲルダの涙よ、心を溶かせ。石鹸洗剤は飲むもの。倒れません。風呂食べながらシャンプー飲むのは草。アンデルセン死にかける。わら、取ってつけるとエロ聞こえる。まだ倒れません。人参。ドン引き。石鹸はバターみたいに黒に塗って食べます。さて、落ち着いて。この風呂で食べれる石鹸があったな。人参は草。つまらん。困惑。おやめろ。ここのチャットを変態チャットにするのはよせ。人はエロい。暴論。自分の妻じゃねえからだろ、察しろよ。言わせんな、恥ずかしい。石鹸洗剤、石鹸洗剤、石鹸。人形。もう死にやかな。フローティアル。走れ。草原。ラッショーモン大ヤンキー。氷飲んで中毒になるんじゃ。震え声。人間、飲める？変態しかいねえ。ステータスアップ。これで耐えます。人情。11時派世間一般だと思う深夜じゃないか。いいぞ。落ち着け。もう正気を高めるな。神明人会長。もう締め切りか。困りますな。仕方ない。私は最悪の席に立つ。どういうために。つまらん。人権。特に人類悪。それはすべて、すべての栄光を癒す。我らが権限せよ。ロード！キャメロット！いやあ、人類悪は草。人類もエロい。ではお前の人生、タイトル、そう、メルヘンマイナだ。ダンサンクロイかなって言うんですか。もうめちゃくちゃだよ。人類みたいだ。人類役いますよ。俺は悪くねえ。丸え丸。はい、了解了解。押し切ります。やーっ。キアラが人類役になるのもうなずける。互いの風呂で人類焼却もエロいのか。困惑。風呂入りながら見てるんですね。わかります。まったく。人体もエロいね。そろそろ寝ますね。明日の仕事なので。まったく。さって。あ、なるほど。お疲れ様です。お疲れ様です。人権、おやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。本気で有効か。オツです。おやすみなさいませ。お疲れ様です。お疲れ様です。人参は草。オツです。オツです。
。みんな別に楽しく話すのはいいけど、一応放送中で動画になり得るかもしれないってことちゃんと理解して話してね。お疲れ様です。お疲れ様です。ティアマトの新人類を創設したい理由なんとなく分かった気がした。おつ。ということだけ伝えて牛乳飲みに行ってきます。プライベートなことは黒歴史になるかもよ。わら、お疲れ様です。神明。イテラー。落ち着いて。落ち着いて。了解、了解。わかりました。押し切ります。牛乳ですか？イテラー、イテラー。それはすべての怨恨を癒す。我らが故郷厳選を。ローダー！キャメラさん！イテラー、動画にはなります。もう黒歴史だから、白目、相撲。イテラです。よーし！ですよね、白目、めっちゃ黒歴史と変わらないね。イライラしてっから牛乳飲みに行くんだよ。憤慨、知ってた。人間すでに落とし、倒れません。ステータスアップ。これで耐えます。黒歴史をネットに刻むのか。それどこの絶対裏切り。了解、押し切ります。落ち着いて、落ち着いて。やーっ、カテアンデルセンはまだ働いていますね。牛乳か。ココアに牛乳とかコーヒーに牛乳はいかが。そのネタくどい。クロディアル、走れ。草原羅生門大演技。イチゴがいいな。お、山の沖なよ。こんばんは。唐突に質問して、ステータスアップ。土方さんとヘラクレスはどちらを優先していく方がいいでしょうか。いただきます。これで耐えます。牛乳美味しいよね。あ、牛乳めくんだ。ヘラクレスかな。ヘラクレスかな。ヘラクレスやろ。震え声。大英雄一択。チャットになりすましが現れました。ん、自分はヘラかな。まあヘラクレスだろうね。ヘラクレス。さて。了解、押し切ります。ヘラクレスですね。まったく。了解、ヘラクレスの個人は打たれ強くと押し切ります。ヘラクレスの方がよろしかろう。山の沖縄だと正しい実家はいちいちセリフが好き。わら、自分も。ヘラクレスですね。なりすましは草。絆銃にしてあげて。人々民満城一致のヘラクレス組。ヘラクレスですね。土方は後でもいい。落ち着いて、落ち着いて。ヘラクレスですね。まず沖縄が天使さんなんだよな。我から見れば見ない顔だと。了解、まったく。アサシンは新宿アサシン。小太郎、ヤスカがひどれ育てれば。押し切ります。やー、つまらん。ぜい、小太郎。本能で決めるのだ。土方さんはカイロみたいなもんです。返答ありがとうございます。あと1D、耐えられるかな。うーむ、もう締め切りか。会長、仕方ない。私は最悪の席に立つ。まあ出るとは思うけど、思うけども。へ、それはすべての怨恨を癒す。我らが国権限せよ。ローダキャメラさん。小太郎か。イモータルカオスブリケード。ではお前の人タイトルは。そう、メルヘンマイナだ。ここに来ればみんな優しいから答えてくれるし、何かあったら話に来るといいぞ。耐えろ、耐えるんだ。この幕の内くんは僕の攻撃を耐えたじゃないか。マックの内、小太郎か小次郎に見えた。わら、ローキャメ、ローキャメ。はい、了解。マックの内、押し切ります。
ミコットさんイケメン。落ち着いて。了解。押し切ります。本番は。はい。耐えた。テンプシロールの死。いらっしゃいませ。衝突の初めの一歩。わら。倒します。小次郎と小太郎どっちもアサシンだから立ちが悪い。こんばんは。あぶねあぶね。そういや徳川家康とか徳川家光とかの実装まだ。オルター2期は強いですよね。でも僕はオリーブオイル。こんばんは。こんばんは。ネオさんこんばんは。スキル封印か。来ないだろ。来ないよね。クソが。いらっしゃいやせ。家康は絶対意地悪い系キャラになりそう。こんばんは。神明会長。落ち着いて。私は最悪の席に立つ。何かん。はい。ワンちゃん松岡修造実装ビレドン。それはすべてすべての怨恨を癒す。我らが権限せよ。ロード。キャメロット。ねえよ。熱そう。やーっ。家康がグランドだったら誰でもグランドになれる。生きてるから無理じ。天候変返す。クローティアル。走れ。草原。ナショモン大演技。地球温暖化進みそう。カルデア周辺の雪が溶けそう。なんで松岡修造をのけものにするんや。家康といえばクソ漏らした逸話がある。攻撃力ガンガン上げそう。わら、一応天下を平にしたし。震え声、グランドセイバー誰になるのやら。うーむ、未来の人もサバになるんですが、それは。それどこの競争局？いいぞ、さ、いいぞ。運剣の神とか？青は確定。あ、マシュが。目も当てられんダサくぶりだな。スキルがガガガ。本気で言うか。剣心。嫌なんだろうか。クソ漏らしたのか。ショットして私のお父さんは家康だったのか。んじゃあまあ、ぶちかますかね。ゲルダの涙よ、心を溶かせ。行くぜ。了解。ひときにだった歌え。どこかから二重の極みと聞こえてくるよ。ぜい。まだ次と倒れません。倒産クソ漏らしたのかよ。はい、落ち着いて。落ち着いて。うれんかいな。やあ。エースとしてはデミサーグアンとしてありそうだけど、それにグランド話だし。倒します。戦の絶対戦で漏らしたそうです。困惑ぜい。ステータスアップ。これで耐えます。ステータスアップ。これで耐えます。手を出そうとしたら逃げたのです。舞台の極み。つまらん。じゃあ過ぎた原爆実装ありそうだな。ちょっと絡んでそう。エンドラ派混乱している。クローティアル。走れ草原。ナショモン大演技。ゴーブリーバット。こんばんは。神がサーブアントになるって、もうイシュタルとかケツアネが実際もうなってるからな。いらっしゃいませ。こんばんは。こんばんはです。こんばんは。杉田玄白は珍海島の梅干しで覚えたな。杉田玄白はキャスターかな。さて、もう締め切りか。仕方ない。私は最悪の席に立つ。本気か。こんばんは。こんばんは。こんばんは。イシュタルは疑似ぞ。それはすべての怨恨を癒す。
我らが国旗権限せよ。ロードキャメロット。こんばんは。クリームで体洗うとかどれだけ贅沢。剣肘もしくは剣神とかにちなんで。ではお前の人タイトルは。こんばんは。カフェイン強なメルヘンマイだ。は、自分は今まで何を。人類は基本記事での存在、本物の一体はブラナーで、俺なんて味噌汁なのに、ケツアネは文明に近い、と思った。肉体労働、ケツアネって神格落としてさばかしてるんだって。結構ダメージ食らう。行くぜ。クリームの前に浴場で体を揉まないと。さら。いや、シャッター。三者殺害、ゴンゴン、ヤマト、ダメージ外さない。この世界の宮本武蔵はありそう。アンデルセンが死んだ。塩川、それどこの料理店だよ。わら、茨城ちゃんのバウがダメ。はい、カフェイン強、それ食べられる料理店です。はっ、アンデルセン、またね。これで倒します。猫に食べられますって。あ、そっか、納得。ぜい。アンデルセーン、もうダメだ、おしまいだ。はい、行って。呪いの行くぜ。任せな。まだだ、あやめる武蔵は別世界のただの女流剣士だしな。その心臓もらい受ける。ゲームだ。まだわかんねえ、無理ゲー。過剰な肉体労働の末路。さら。いや、シャッター。ネロさん、弥生っちって方が来る前にその画像変えないと。なんでもない。あの、首山から見られるんですけど。走れ草原羅生門大炎帝。痛えじゃねえか。本気で言う効果。気かな。あ、課題行ってきます。あ、今月課題は過ぎて草も生えませんよ。倒れません。お疲れ様でした。お、行くぜ。お疲れ様です。イテラ、ヤンデレラさん。イテラです。よっしゃった。お疲れ様です。初見で言ったら見事に死んだな。お疲れさんです。抜かった。あ、俺と風呂入ってきます。お疲れ様です。了解。落ち着いて。了解。押し切ります。もう正直何が裁かれてもどうでもいいんだよな。きっぱり。お疲れ様。これで倒します。見事に悶絶なうごごご。お疲れ様です、兄貴。ダメ、まだ。お疲れ様です。戦わなくちゃ。くそ。ランチャーが死んだ。セイバーリリー水撃そうだな。じゃあアンリマユ星5実装だな。震え声マシュー。英霊召喚システムがバカバすぎ。そして誰もいなくなった。この人でなし。まあよくやってくれた。まず周りにアラキングハサにアラグランドがこういう感じで召喚されているのがおかしいことを今思い出す。じゃねますね。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おつです。お疲れ様。お疲れ様です。なるほど、最強であってほしいという期待値の略、ジージは、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れです。人格を落とすというパワーワード。 GG はグランド捨ててきたんじゃなかったっけ。じゃあハイサーブアントのメルトリリスとかパッションリップとかビーストのキアラ実装されてるのもおかしいのか。勝てない。
なんで孔明狙われやすいんだ。これならどうだろう。クレパとマーリンとあと1枠どうしよう。孔明はマーリンの次に兵と高い。プちゃんがチートすぎるだけ、わら。グテン、アベント、こんばんは。米印キアラはアルターエゴ化してますけどね。あの類は自分から召喚されに行ってる感じだから。いらっしゃいませマーリンをもう一体入れた動画を誰かが上げていたね。誰だろうね。誰だろうね。そんなチュープとでプレイするの。米印茨銀は直感で攻撃してます。その流れならカフェイン強の実装も夢ではないですね。に、5万と予備使いまくってなぜか予備で酒丼を出たです。霊術買っていくか。こんばんは。気に食わぬ。でも結構参考になったってコメントいただいて。なんやこのチューパー。ありがとうございます。ありがたい限りです。これだ。任せよ。行くぞ。中華で何が悪いんや。うん、おめでとうございます。ああ、スパリアラでバイスさんにお世話になってますです。はい、今晩は本人が来ました。全体宝具が有効っていうのに気づかない人多そうだよね。勝てないよりマシやろ。いらっしゃいませ。こんばんは。ただいま、マスター。上げていくぞ。アルタエゴ、藤崎ヒロ、おかえりなさい。こんばんは、ヤンデレさん。いらっしゃい。あと4体腕が倒せねえ。こんばんは。そこの茨城面倒かったから参加使いまくったな。ヤンデレラさん、こんばんは。おヤンデレラさん、どうしたの。ヤンデレラさん、降臨。スパルタだ。どうしたの。こんばんは。ねえ、テルモピロイ、エノモタイヤ。すいません、ヤンデレラさん、今日起こしてくれたのに。たにってきたぞ。ヤンデレラさん、こんばんは。ヤンデレラさん、こんばんは。ブラダマキー転戦していく団体のご自スキル。こんばんは。申し訳ありません。早いよ、スパルター。ヤンデレラさんのモーニングコール。ステータスアップ。今の今までバイトでした。これで耐えます。疲れた。任せよ。はい。で、うむ。せい。モーニングナイトコール。お疲れです。ジュベル、ふわ。本気で有効か。お疲れ様です。残念が足らんと気に入り。これぞまさに計算違いか。お疲れ様です。お疲れ様です。ヤンデレラさん、お疲れ様です。いえいえ、まああの時間にツイッターで送られても起きられませんよね。行くぞ。今までバイトとか大変っすね。はい。ではそのうむ。やった。お疲れ様です。コーヒーカフェインダグダグをどうぞ。ステータスアップ。これで耐えます。これでどうかな。そして、今日も京都テレポートだよ。はい。エンデレのバイトか。はい。任せよ。ブラックバイトにはご用心。ダグドリを。ふっ。ほっ。ポントレポート引いて。はっ。レポートオッズです。バイスさんのレポートをまとめるだけ。クローティアル。走れ草原ラッショーモンダイエンジン。レポートファイトです。レポートは今やっとけばテスト期間休めますから。震え、5秒で仕上げそう。わら、あさって提出のレポート。自分も含め学生さん多いな。ヤンデレになるバイト。ではお見せしましょう。今日もマスターは眠い。カフェインの補給を求む。任せよ。私は最悪の席に立つ。
これこそがアスカロンの何時は竜罪ありアスカロン。浪人生って学生に入りますか。山の沖縄が眠気だと。それはすべてすべての怨恨を癒す。手が入ってるから彼らが国権限せよ。ロードキャメロット。浪人生も学生でいいんじゃないか。アスカロン杖誰か呼んだら犯人やるよ。こんばん。レポート、今夜は寝かせないよ。イケボ、ヤンデレラさんこんばんは。あ、ノノドンマイ、ノノチャチャチャ、もう死ぬ。ではその通り。こんばんは。我が才を見よ。万死かしてたたえよ。黄金の劇ダウッセンのクラウディウス。は世は楽しい。今週提出のレポートが算数ですよ。本気で有効か。ごめんなさい。ほう、クリティカル、わら、わお。鬼畜すぎだろそれ。サンスとはきつい。今夜は寝かせないで私は寝落ちするけどな。ステータサップ、サンス、ジャンヌ、マシュー、マリンの組み合わせはチンでした。マシュー、はい、了解、押し切ります。そういえばピーター星ってガチャ回したら見事に死にました。笑ってください。てやまだ水曜日当てる時間ではない。はっ、モノドンマイ、モノチャチャチャ、モノウロンチャ。光明はスキル以外にできることはあるのか。後期から毎週テストと聞いて自分はブクブア。加賀さんドンマイ、震え声、加賀さん。はい、お任せよ。はっは。ではその通りに。せい。ふっ、ドンマイです。はは。今日水曜日です。木曜の気分だった。ドンマイです。今月は出費が聖者の泉よ。速攻戻ってきた。課金を最速上げていくぞ。いいだろう、少しばかり誇張して書いてやる。元気いいな。ステータスアップでもあったのかい。これで耐えます。今日は水曜でしょう。ポケモンやってないんだから倒れません。無理のない課金大事。無理しても課金大事。門を開け。会長、あと44分。門を開け。まったく。六章の幕を開けよ。任せよ。我が才を見よ。万死かしてたたえよ。金を払え。黄金の劇ダウッセンのクラウディウス。今日の放送は何時までですか。マスター、ワンコ当てたい。ガチャです。いらっしゃいませ。これが新宿の呪いか。つまらん。寂しさんはお帰りください。今日は12時までかな。もう終わりか。クローティアル、走れ草原ラッショモン大エグリー。本気で言うか。踏み込めません。何でもしますから許してください。するとは言ってない。ダミー、あと少しじゃないか。いや、深夜放送から解放されたので、今日はミッション解禁とか。内臓霊、ないですからね。深夜、もう締め切りか。会長、バイスさんはもっと休みをもらってもいいと。もう締め切りか。会長、仕方ない。ではその通り。私は最悪の席に立つ。それはすべて、すべての怨恨を癒す。彼らが国権限せよ。ロードキャメロット。今日明日のうちに濃淡集めなきゃ。おい、今なんでもと。じゃあ課金しろよ。ではお前の人生タイトルは、そう、メルヘンマイだ。じゃあ、大勝とか、どうぞ。作業用生放送を。
ドド、何でもしなかって。ぜい。なんだと。目玉っていくらで売れるのかな。まあ近いうちにやるかも。僕は払わないよ。君が自分で何とかするんだ、専門家。やめて、バイスの体力はとっくにゼロよ。はい、バイスさんに休みを取らせる選択肢はないのかと。ふっ、つまらん。ふっ、ぜい。マシュの良い顔は最高だったなぁ。はは。了解。キズゴマジで楽しみ。はい、マスターは今も寝てるから。まったく。やあ、残業に残業を重ねるかろうし、しかし原作で、なぜそれに気づいた。アキ先輩、最低です。明日朝早いので今日はもう寝ます。おやすみなさい。え、じゃあ動かしてるのは。おやすみなさいませ。なるほど、エイミンか。お疲れ様です。おやすみです。バイスシワは途中に眠ってるから、まあ多少はね。これで耐えます。原作で全館コンプ。何を言う、マシから提案してきたのだぞ。おやすみなさいませ。お疲れ様。いいバイスは今でもバラクレしている。落ち着いて。おやすみなさい。眠りのバイス。バイスさんは魚だった。ぜい。上げていくぞ。彼の子は嫌いらしいですよ。すまない。ヤンデレラさんは常にバイス氏のそばにいるんだよきっと。マジか、わら。つまりバイスさんは無意識でプレイしているのか、つれー。トラウマやめて。あのマシュの酔いへの目にハートつけると。わかるよね。ね、ネロ、無流病かよ。バイスのスタンド、ラウスセント、クラウディウス。スキルは勝手にゲームをしてくれる。本当にライブはグーナ 3%。スタンドの能力限定的すぎ。黒食べ終わりました。味はどうでした、おか。今さら思ったが、クゴの素材ってなんでこんなにマガマガしいの多いのだろうか。は、だから声で喋れないのか。メイス入り、お帰りなさい。カフェイン卿、お帰りなさいませ。今日はどんな風呂ですか。あは、清姫。よく見ると可愛いよ、クゴの素材。本気で有効か。あ、風呂。お風呂って食べるものだっけ。まだ倒れません。これだ。うむ、ヒノキの味がしました。はっ、お任せを。はい、ふぅ。バイスさんに眼科を進めてみて。限ってきたぞ。一気木製だった。クゴは寝てるときは著しく低下する。お風呂を食べる。ヒノキ風呂。ん、ヒノキ風呂とは合成な。では、行くぞ。これでどうかな。ステータスアップ。これで耐えます。ヒノキとかダブルフでやるな、わら。ヒノキの玉ですけどね。では、ブルジュアだなてめえ。行くぞ。ヒノキ風呂とか大自然で風呂食べてたのかよ。はい。え、カフェイン強ヒノキ風呂に生クリーム添えてたんですか。はい、困惑、ヒノキ風呂だと。てや。やあ。贅沢はできた。ぜい。ん？ん？やべえ、意識飛んでた。落ち着いて。了解。押し切ります。予測は気を切る。あ、ついでに松茸取ってきてください。
て。了解。落ち着いて。落ち着いて。決め。主に決め。やあ。これまで日の城に石鹸塗るんですか。これで。ありません。勝つまでは。倒します。暴風雪の虎。ヤンデレラさん本当に大丈夫なんです。ヤンデレラさん休むんだ。本気で有効か。ヤンデレラさん、いや、休んでも。ん？ぜい！誰かヤンデレラさんに美薬入りのカフェインを飲ませるのだ。ハイドクテングだけ。ゲルマニウム鉱石入りお風呂。これだ。おい、ヤンデレラさん、あなたは病んでます。ヤンデレラさんはマジで寝た方が良いと思う。では。ヤンデレラさんまずは寝よう。睡眠の重要性。会長。それは病んでますけど。私は最悪の席に立つ。ヤンデレラさん、もう終わったんだよ。では、お見せしましょう。ヤンデレラさんが危ない。神明。では、お見せしましょう。もう寝てもいいんだよ。私は最悪の席に立つ。それはすべて、すべての変更を癒す。我らが国旗権限せよ。ロード！キャメラさん！そのまま相手のゴールに。病んでるからね。バイス氏に。俺こそがアスカロンの主。何時はリュウ。すんやり。アスカロン。その来た方が良いですよ。病んで出れてるとか怖いな。病んでレラさんに休みを。うれ。ぜい。ん？あ、それは私もだ。ショートスリーパーはマジで死ぬよ。まだ倒れません。はい。空鍋とは何でしょう。ショートスリーパーは寿命がガガガ。学校で仮眠ですね。わかるとも。了解。落ち着いて。落ち着いて。ググルな危険。お任せを。やっ。だってやらないと寝れないし、ストーブ大事。体では伝説の鍋料理、学校では不要なお着替えでは。走れ草原ラッシュオモン大演技。友人がショートスリープレスデーでこないだ過労で倒れて死にかけてたからやめた方がいい。わお、こんばんは。やだまれ。こんばんは。私は今からお布団に潜る。この意味わかりますよね。睡眠、家で、仮眠、学校で、空鍋はやめてよ。トラウマ、こんばんは。空鍋は取り込む。なんだよ。今死ねも関係なしで、無理はいけない。これがスパルタだ。はい。シュックレです。自己責任。お任せを。テルモピライ、エノモタイヤ。寝るんだね、わかるとも。ねえ、詐欺ってきたぞ。休まないとバイスさんが放送やめちゃうぞ。やだまれ。ん？内陸くん、ここまで言えばわかるわね。ステータスアップ。これで耐えます。お任せを。シロウ、やめろてめえ。はい。山の沖縄さん、ブッブー。違います。今日は人少ねえな。行くぞ。落ち着いて。落ち着いて。やー。無理。ふっ。みんな死ぬありかな。本気で有効か。こんばんは。空鍋見てきちったよ。やっちゃいましたか。こんばんは。シノアリスとミッション解放されないからかな。シノアリス恐ろしいわ。え、寒いのかね。ガンさん、カレーライス食べたい。こんばんは。ミーカラ鍋は昨日見ました。タイムリー。行くぞ。はいはい。ゆっはい。はっ。マジかよ、見なきゃよかった。こんばんは。寝落ちするかもしれないんです。シノアリスの神は可能ですか。ここまでか。
私もググろうかな。確かに寝落ちしそう。これでどうかな。あ、0時からね。あと少しで勝てそう。ではこんばんは。行くぞ。から鍋調べてきた。理系として探求心が抑えられなかった。やめよから鍋ね。了解、押し切ります。ではその通りに。明日まで待機かな。うむ、よーし。はっ、こんばんは。から鍋人気すぎ。シノアリスっておもろいんか。みなさんこんばんは。やばい、から鍋調べたい。今回の高難易度ギリギリレイジコンでクリアできた。怖いけど手が止まらない。こんばんは。倒れません。まだ倒れません。の言語に文系が借り立ててきた。ステータスアップ、これで足りない。レイジ1個足らない。見なきゃよかったからなで。了解、任せよ。押し切ります。よーし、トラウマは伝染する。からまではいい分ね。フローティアル、走れ草原ラッショーモン大演技。まあシュックレ自体は好きでした。からなで見てきた。つれえ、包丁は小指を立てて顔の前に持つもの。新名会長、了解、押し切ります、はい、それはすべてすべての怨恨を癒す。我らが故郷権限せよ。ロードキャメロット。よかった。シノアリスインストしてきますわ。もう目がやばい。中に誰もいませんよ。しばし落ちますぞ。ではそういやネトラボでもヤンデレの記事ちょうど出ていましたね。いてら、やっとマーリンスキル回った。動画内のコメ欄ずれてません。新名いってらっしゃい会長。いてらです。いてら、私は最悪の席に立つ。最大のホラーは人間だった。いてら、マーリンお疲れ様です。イテライテラ、了解、は意識か、押し切ります。みんな気をつけろ、我々の悲惨と攻撃かもしれんぞ。押し切ります。違う、かなりずれてた。わら、イテライテラ、押す押す。それはすべて、すべての怨恨を癒す。我らが権限せよ。ロードキャメロット。俺だ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 。キングが霊ならジョーカーは人間か。緑の子かな。歯車がなくなりました。聖者の泉よ、上げていくぞ。確かにこれは ステータスアップ。それにしても空っぽの鍋をぐるぐるかき混ぜ続けてるとか間抜けですね。ところでマスター、了解、今日は支柱でいいですか。了解、押し切ります。邪剣教の腕を回そうね。ところで金の海に行ってイベント後は消えるだけなんですか。やっとマシュのおかわり強いな。ごくり、やばいやばいやばい、監禁できますけど。ヤンデレラさんダメだ。お怖い、いいですね支柱。確かグプになる。おにぎりはグプと交換できるですよ。そこまでクプもらないので。だ、誰かヤンデレラさんを止めろ。ヤンデレラさんをきついてもきついて使ってしまうのが良さげです。了解、ではその通りに。落ち着いて。なるほど、金おにぎり1個も使ってなかった。わら、任せよ。もらないのですか。た、氷炭全滅周回するよ。やっ、た、もらない、もらない。決勝ゲット。気に食わない。まだ
で勝ち抜きを倒せる音嫌い。自分もしばし苦労してステータサム。まだポイント2億円くらい。これで耐えます。今回全勝大盤振る舞いですよね。イテラです。任せ。ではその通りに。イテラ、行ってらっしゃい。ふっ。要は楽しい。イテラ。大盤振る舞い、3個、今回全勝合計4つですかね。運決めた端末絶対に買える、マジで古い方のスマホ、トツ、こんばんはです。あー、映ったマシュが起きた。フロTR。走れ草原ラッショーモン大演技。運転させたいと国も結構もらえてますね。なおイベント人気は最下位の模様。ステータサムのでこれで耐えます。のは悲しい。あらやだ、上げていくぞ。思ってたら愛の霊薬に込んでた。そうなの。門を開く。ではその通りに。鬼ヶ島なのに桃太郎なのに。我が才を見よ。バンシカして称えよ。黄金のゲダウンテンのクラウディウス。再開は天竺じゃないのか。全滅でダメ子いけるのはどうだったのだろうか。復刻じゃない方は心がロブボ勢になったな。復刻は嬉しい。要は楽しい。身近から出る匂いだけで効果を本気で言うか。ぜい甘いのだから。なぜ茨城ちゃんになってる。眠いし疲れてるからね、しょうがないね。バイスさんのためにうなぎ切ってくる。はい、うむ、任せよ。ふっ、はっ。ヤンデレラさんが何かに目覚めてる。元からなのでは。上げていくぞ。青色1号と鷹の爪で完成かな。上げていくぞ。新芽。はい。前日花サプライズ藁で二部制唐突やからな。それに羅生門で不満溜まってたしな。焼かないで、あてうなぎの煮物でも食べます。ポーションができるな。ガンさんそれどこのが犬。ちょっと勉強してきますね。それはすべて、すべての変更を癒す。我らが国旗権限せよ。ロードキャメロット。いてら、カツオの叩き完成したから食べながら見ます。いってらっしゃい。そんなポーションで大丈夫か。ふっ、ヤンデレラさん姫。ふっ、いってらっしゃい。ぬぬ、いってらっしゃいませ。今回のイベントは新規には目そもないが、クコラボを起こしたワイとしては素材の宝物子やったな。大丈夫だ、問題ない。ガンさんのさっと一品。新名は落ち着いて。ヤンデレラさん、目がっかしてませんよ。私は最悪の席に立つ。それはすべて、すべての怨恨を癒す。我らが子権限せよ。ロードキャメロット。親戚が送ってくれた。ふっ、攻略割れそうだな。ここぜい、ポテトフライ食いながらですね。クリティカルやめてくれ。昔の羅生門と比べるとまだな。こうなんですか。カツオの形いいですね。これで耐えます。ステータスアップ。これで耐えます。カツオは何にしても美味しいからな。昔もこんな感じですね。うなぎの刺身でもお作りしましょうか。どど、チューハイ飲みながらカツオの叩き。はいぞ。キャラもサポートも増えましたからね。叩き苦手ですね。うなぎって生で食えないんじゃなかったか。ひつまぶし美味しいです。門を開け。
独唱の幕を開けよ。はい。つまり戦記は死ぬ、マシな部分はあるが、揃ってないときついとこもある。昔は死ぬとポイントがそもそももらえないからな。本当に勝つ。お前、そっか、まだあの頃は周りにいないよね。我が才を見よ、女の子だな。バンしかして叩えよ。任せてください。黄金の儀ラウステンドクラウディウス。うなぎでいいですか。周りにいないし、マシも4じゃなかった。くっ、やっ、うなぎ血に毒あったっけ。カツオのたたきは日本酒との相性がやばい。マッシュの足つぶせば何でも食べられるでしょ。公明案件にあると金属が出ましたが、昔は問題やんけ。マッシュは生のうなぎには毒があるんだった。気に食わぬ。うなぎの血が毒ですね。腹から血を、それとも背中。ステータスアップ、これで耐えます。ステータスアップ、これで耐えます。確かうなぎの血は犬を殺せるほどの毒がありますよ。神明、了解。会長、押し切ります。私は最悪の席に立つ。神明、はい。では会長、その通り。ヤンデレラさんは浮気し、私は最悪の席に立つ。ジャンヌオルタが出始めた後に羅生門だしね。しょうがないね。こんばんは。それは全ての怨恨を癒す。彼らが極限せよ。ロードキャメロット提案状だぞ。いらっしゃいませ。こんばんは。こんばんは。今犬と言ったな。行けば大丈夫ですけど。はこんばんは。に誰かバイスさんに解毒薬あげて。あ、こんばんは。天才では腹から。こんばんは。じゃあ私はバイスさんにこんにゃくゼリー送りますね。ワンワン、白心。落ち着いて、M! 関東は手からだよね。ふっ、ポケモンだって捕まえるときには回らせたり、状態異常にしてから捕まえるじゃないですか。どっちが美味しいんだっけ、のね。ぜい10本も一致。僕はクエックボール、バイスさんはポケモンだった。つまりバイスさんはポケモンだった。聖者の泉よ。666だ。聖者の泉よ。すっぽん。の一致、砂生卵、精力剤入り、正直手からの方が楽。死ね。の刺身、ヤンデレラさんは睡眠薬。私は最悪の席に。了解。押し切ります。はい、はい。それはすべての怨恨を癒す。我らが国権限せよ。ロードキャメロット。お前ら持ってんな。あ、ふん、これで元気になるよ。バイスさん、どこ入ってない。昼、手術的に持ってるなのか、持ってるなのか、わら。ヤンデレラさん、取り下げたらどうですか。声玉じゃないからお兄さん興味ないぞ。タラスグの一致。ステータスアップ、これで耐えます。ゴージャスボールを使うので、鉄拳制裁されそうだな。タラスクの場合、ステータスアップ、これで耐えます。タラスクさんはマルタの射程だから。落ち着いて。ふっ、はっ、夏季安くするんですね。いやいや、バイスさんはマスターボールで捕まえるしか。カラスクは何と死ぬのか。むしろ大変だ。ふっくしたてトロトロと走れ。草原羅生門大炎鬼。ダメ、まだ。そっちか。ゲルダの涙よ、心を溶かせ。アポトキシン4869で。ではその通りに。いいぞ。うむ。マシュー、お前らバイス金属を盛るつもりなのか。つまらん。ふっ。
リーでいいよ、絶対。ペロコレは生産狩り。出るぜーん。まだ倒れません。え、1位の毒よっちゃかん。マシュマシュされた。 ではその通り。バイスさんとりあえずのね。拷問騎士役だ。ペロ、これはパラディクロの弁天。要は楽しい。ドリームもないけども、救いなえる日体労働団子犯罪病院前。ダメ。マッシュポテトの完成。出てきてすぐ待遇。大爆発したジェスタさん。ではそのと、もううむ。ジェスタウェイさん、こんばんは。任せよ。あ、これ茨城きついな。マルマインか、やるしかないか。なんかとても理系理系してきた。我が才を見よ。こんばんはです。バンチかしてたたえよ。黄金のゲダウステンドクラウディウス。ジェスタさん、こんばんは。紅茶睡眠薬。あ、うん、今さら、さっきからいたよ。ふっ、からい。要は楽しい。生体虫。気に食わぬ。きぜい。くっくっくっ。アイスティーからの睡眠薬。ジャスタウェイ三大爆発。先端、睡眠、どうぞ。あげていくぞ。台所にあったもの食ったらからい。ヒイラギさん、あかん。あのさ、ま、で、うむ。た、要は楽しい。な、うむ、泣かせよ。挨拶もしたんだけどな。俺って影薄いのか。ガッツの茨城で消されるんだよな。要は楽しい。ヤキさん、こんばんは。こんばんは。睡眠飲んでた武将っていたよね。冷やしとか言ってたんだっけ。もうクロディアル走れ。草原ラッショモン大エンジン。ヤキさんに挨拶したんだけどな。イーサン来た。上げていくぞ。期待に応えられなかった。腕が回復使わなければ。こんばんは。ホールまで行けた、わら。こんばんは、こんばんは。こんばんは、Eさんおひさ。いらっしゃいませ。こんばんは、Eさん、こんばんはです。スガーさん、こんばんは。僕も挨拶のつもりなんだけど。イーサン、こんばんは。イーサン、こんばんは。ミコットさん、お久しぶりです。やっぱりマーリンかける2が王道なのか。仁王立ちして消えるこのバグ多くない。イーサン、こんばんはです。イーサン、こんばんは。あれ、オルタじゃないですね、このイーサン。オルタじゃない。まあ耐久だと回復が問題ですからね。カガさん、こんばんは。というかオルタじゃない。先日はどうも失礼なことをしてしまい本当に申し訳ございませんでした。イーサン、こんばんは。だいたい20分後に挨拶が返ってくるってなんだよ。あく、N さん、こんばんは。仁王立ち消滅気になりますね。こんばんは。皆さん、こんばんは。お久しぶりです。まあよいや、皆さん、こんばんは。 E さん、こんばんは。今日は質問にも答えてくださりありがとうございました。お疲れ様です。E さん、霊装おめです。白ひげ、今日は寝落ちしないぞい。ジャスさん、俺さっきまで牛乳飲みに行ってたから気づかなかったのよ。お疲れ様です。オルタ、はて何のことかな。すっとぼけ、お疲れ様です。あ、夢見葵さん、おめありです。ジャンヌもありかもね。お疲れ様です。だって大爆発さんの画像背景色と同化するんだもん。
れ様です。大丈夫、もう気にしてないよ。わら、お疲れ様です。卵ジャンヌ卵でやってみたいですね。今さっき卵前のレベルが。気のせいかな、バイスさん。お疲れ様です。なんかごめんね、わら。気のせいだよ。誰かバーチャロン、好きな人いませんか？お疲れ様です。そういえばイーサン卵キャット100レベルおめでとうございます。ボックスが顔になってるわけじゃないよ。あ、ガンさんおめでとう。まだ倒れません。よく見せてくださいわ。お、ではその今回の地の選択するので一旦落ちますね。キャット100。天王戦記せい。バーチャロン、アニメ3タイプくらいあったような確か。まだ倒れません。負けた。挫折。任せよ。了解。うむ、行ってらっしゃい。押し切ります。裸エプロン。はい、これが。ゲットへの愛を感じる。スパルタだろや。行くぞ。行ってらっしゃい。うん、あと1枚でキャットホール5なんですけどね。なかなか出ない、わら。テルモピライ、エノモタイヤ。ブツが溜まったので一旦抜けます。ねえ、ファニってきたぞ。イーサンはどのサイリンがお好きで？行ってらっしゃい。まだまだ。セガサターンのバーチャロンですね。むんのや。愛が強い。セガサターンの方か。スパルタだ。いや、イーサンは卵を愛してるからキャットも育成してるんだ。落ち着いて。了解。おし、はい。いってらっしゃい。夜が抜けてるじゃん。本気で有効か。ダブルテムジン。やだまだ。バーチャロンはアーケードしかやったことない。キャットは第一サイリンが一番好きですけど第二も好きです。というかそれしかやってない。それよりも速攻、バイスさん卵前育ててない設備枠が。あ、はい。イーサンミコットさんこんばんは。卵ナインがまたどれか登場したら大変なことになりそう。全部好きですね、わら。まあキャットは卵ナインのファンですからね。うん、セガサターン持ってない。ていうか俺キャット90だから負けてるじゃん。え？やーった！ぜい！いや、気のせいですよね。ですよね。そんなやつおらんやろ、わらわら。平気、平気。天使さんこんばんは。敵なのか疑惑なのか。卵粉オンですよね。イーサン卵キャットおめです。バイスさんだよね、わら。これで耐えます。了解、押し切ります。はい、天使さんおめありです。うむ、出たらまた金を吐き出すしか。フーラーであれ、走れ草原ラッショーモン大ヤンキー。え、もしかして卵持ってるのに育ててない？まさか、わらわら。バイス氏、課金っていくらですればいいんだろう。これバイスさんボックス見ててください。スパルタだ。ダウト。私は最悪の責任なんでもって。テルモピライ。これはひどい。エノモタイヤ。どうしたんですか。嘘つきは死刑。それはすべての怨恨を癒す。我らが権限せよ。ロードキャメロット。こんな部屋にいられるか。俺は一人で寝る。嘘つきはホモだぞ。え、ちょっとボックス見せてください。泥棒のスタート。あらまあ。本当にコットさんとイーサンが怒ってるぞ。逃げたぞ、起こせ。
イエーイ、バイスさんそれプラグ。嘘言うとヤンデレラさんがもう寝てる案件。お任せ、夢のように片付けよ。ヤンデレラさん部屋に入れときますね。わら、倒れません。叩き起こせ叩き起こせ。死んだな。バイスさん添い寝してあげますよ。カチャ上げていくぞ。このはやっつくされる運命だった。ヤンデレラさんの出番だな。怒ってませんよ。プラグ、この辺りいじった方がいいんじゃないか。うむ、ではそのさようならバイスさん。どうかな、怒ってない。ハイライト、あ、ぜい、説得力がないよ。ぬんぼう、ふっと見たらミコットさんアイコン変わってんのか。わそらし、イーさんとミコットさんが怖い。怒ってませんよ。ゴゴゴゴ、このチャンネル闇が深いな。門を開け、毒性の幕を開けよ。落ち着いて落ち着いて。思春期に少年から大人に変わる。イーさん包丁にエンチャントしときますね。我が才を見よ。あ、本当だ、変わった。して称えよ、黄金の劇ラウッテンのクラウディウス。画像のせいでセリフが若干見合ってて怖い。どうかな、ふっ、本気で言う効果。私も玉の好きですけどこの絵何か。ドド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 、ドアの音。さん、じゃあバイスさん夏ガチャホール後になるまで玉もサマーの系にしますか。わらわら、壊れかけのガンさん、ステータスアップ。これからカオスになりますよます、きっと。それどこの上、帰らずの陣。キャスターの卵が来れば卵が揃うのに。スガーさんの案採用、それミコットさんやん。だんだん元の攻略プロですね。落ち着いて、ではそのとどうも皆さん、ズムです。やーっ、やったね、バイスさんの本気が見れるよ。こんばんは、ぜい、毎日リトーゴフ、やり玉も持ってないで。こんばんは、お任せ、夢のように片付けよ。こんばんは、ズムさん、こんばんは。王の話をするとしよう。はい、あ、飛び火した、カフェナガ顔面です。うむ、落ち着いて。ではそのレベル上げてむずいよね。夏、俺に夏なんか来てないよ。ブフ、玉も自体ない。どうもルムさん、コヨミンです。こんばんは、やり玉もホール後にして玉も星の宇宙に、モノミのウテナ、楽園の端から君に聞かせよ。罪なき者のみ通るがいい。ガーデンオブアバロン、ふっ、はっ、あ、ドムッケロさん、誰だ。フローティアル、走れ、草原、羅生門大演技。乱暴だな君は。それはいけない、卵も孔明もマーリンも持ってない自分には人権ないのか。というかキャットレベル勝ってるんだから、ここで良い作業。ガーデンオブアブアロン、茨銀最終再臨させました。いやー、キャラが濃い人たちばっかですね。バイスさんの本気を見てみたい。それかきん、ではかきん、かきん、かきん、やーっ、小さい鬼さんになってしまう。すいません、アバンタターン持ってる方いませんか。持ってる。ステータスアップ、これで耐えます。小さい、オルタです、持てない。お任せ、夢のように片付けよ。ファミコンなら上げていくぞ。うっ、鏡、地雷を踏んだ。バイスさん、バイスさん、30代で聖者の泉よ。このクエストはレイジを使わずになんとか茨銀の残り100万まで削ったけど、全滅してレイジを使ってクリアした。え、持ってないです。セカタ三四郎なら知ってる。ゲームキューブ普通に売ってるよ。と
ということで、オルタ、貸してきました。宿題の続きしてきます。年がバレてきてる。門を開け。消え。目標の幕を開けよ。私は最悪の席に立つ。本当にしてこた。笑。我が才を見よ。しかしてたたえよ。黄金のゲタウッテンのクラウディウス。起きたな、確信。バイスさん、ナムナム。イーサンお帰り。オルタ貸してしまった。それはすべての怨恨を癒す。我らが故郷、権限せよ。ロード。キャメロット。一体何があったんだ。セガターさんしろ。セガターさんしろ。セガターさんしろ。夜桜さん、オルタではなく、オルタ、なんですよ。ひえい。気に食わん。俺の敵を知ってるぞ。ほんと、役立たずでごめん。たまも前欲しかったのに、普通に給料日前で課金できなかったぜ。アーダブル反転した、わら。足癖の悪いやつだ。そうなのか、オルタか。お任せ、夢のように片付けよ。イーサンがオルタになるなんて、一体何があったんだ。足、腕、明けおめことのステラー、はい、ふっ、バイスさんは口手が悪い、うわっときに、ぜい、明けおめことのろ、明けおめです。明けおめ、明けましておめでとうございます。今日もよろしくお願いいたします。す、指が折れるまで手がサターンしろ。明けおめでは、そのとおり。あ、ごめん、なんか鳴ってた。いいです、おめでとうございます。やった、ステラー。どうかな、拝めたぞ。明けおめは、どうかな。あ、明けおめです。明けましておめでとうございます。今気分が超ネガティブなんで抜けますね。明けおめ、明けおめ、今日もよろしく。まだ。シノアリスの現地よ。倒れません。お疲れ様です。心臓を置いて。夢のように片付けよ。イテラです。アースさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お望みのままに。落ち着いて。落ち着いて。ではその通り。お疲れ様です。どうかな。お疲れ様です。シノアリスは悪い文明破壊する。お疲れ様です。オツです。お疲れ様です。メンテだった。クローディアル。走れ！草原！羅生門大演技！気に食わぬ。気に食わぬ。なんかすごく重いんだけど、様子で。ここだよ。まだメンテしてんのかよ。サービス開始直後のメンテは良芸の予感。マジで。王の話をするとしよう。会長。お望みのままに。私は最悪の席に立つ。うん。星の宇宙民、物見のウテナ、楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者のみ通るがいい。ガーデンオブアバロン。サービス開始後すぐの免停。それはすべて、すべての怨恨を癒す。ロタさんクズ、我らが権限せよ。ロード。キャメロット。とりあえずチュートリアルの最初がガチャなのがいいやろ。なんかそんなゲームありましたね。どうかな。聞きたい。ネロ様は安定しますな。もうぜい。ダークファンタジーですね、ジャンルは。上げていくぞ。上げていくぞ。まだ倒れません。ミアの人が作ったゲーム、ダークファンタジー。門を閉め、任せよ。やれないゲームは嫌いよ。我が才を見よ。
残り2ターン、バッシカシで叩えよ。黄金のゲッダウッセンドクラウディアル。あ、しまった。天花の封印師は増えた。ミアやってるから今は触る気ないですね。今日は楽しい。初見者さんよくな。初見詐欺さんこんばんは。い、ミディちゃんともコラボするらしい。本気で行こうか。でもミアは獲得してるからストレスが。ミアの人が作ったってことは最悪なことに救われる人がいない可能性。この辺りいじった方がいいんじゃないか。今は横尾太郎がシナリオやってます。ではそのと、はい、いいとも任せよ。ここよりマシやろ。救われる人がいないって以前ふったっ。ノアリス面白い。ノアリさんこんばんはです。ぜいもうもうわマジかよ。不合外課金しないと思ったけどやろうかな。え、さすがに今作は救われてるんでしょねえ。上げていくぞ。遅がつく。全員としか考えつかない。シノアリスは未知数だよな。ないです。加賀さんこんばんは。楽しい予想させる。門を開け。毎日ドッグエイジング独唱の幕を開けよ。大好きな私には多分きついかな。我が才を見よ。しかしてたたえよ。黄金のゲッダウッセンドクラウディアル。考えないさ、クさん。ふっ。救いのないゲームなんて。豆腐メンタル。ループエンドの可能性十分。救われないエンド、アクンクス。クラウディアル。走れ草原ラッシュモンダイエンジェイ。救いなんてないよ。サイレン艦。救われないエンド、カオスチャイルド。うん、それどこのブレイブリーデフォルト。タゲ集中忘れた。勇気の切断か。あ、小さな存在だな。私も君もデータ全部消せばまエンディングかな。時間は巻き戻る。ドットしましょうの、あちゃあ、あスクエニのスマホゲーで長寿なもの何があるだろうか。あ、マンダムかな。どうあがいても絶望、試練並感。バイタダスト、ごめん。ブレイブリーデフォルトイフだね。わかると思う。勝手にゲームが落ちたわ。新宿エンド、う、頭が、もっかいやる。試練はやめろ。タイムベントだな。どうあがいても絶望、超高難度。ブレイブリーデフォルトは楽しめた。まったく困っちゃうよね。ハイパークロックアップ、本当に、本当にありがとうございました。せやなあれはにも地味におもろかった。お母さん開けて。ダミ声。電王の電車かな。お化けは種類分けできるからいいけど生半可に人間型だと区別できねえ。だよ、バイスさんのスキル、仕切り直し、電ライナーか。ところでバイス氏、一ついいかね。まだ。お姉さん、倒れません。お姉さんなんでしょ。ギャー、試練。というか、ちょっくら休憩と。門を開け。はい、スキルないじゃん。独唱の幕を開けよ。なんなの、お礼尻かな。我が才を見よ。バンチかしてたたえよ。黄金のゲッダウッセンドクラウディアル。スクストという快適さが最大の売りのポチポチでやったね。マーリンガールじゃないか。バスターク、え、3分の1、帰ってきました。どうあがいても絶望、え。おかえりなさい。クラウディアル。走れ草原ラッシュオモンダイエンジン。おかえりなさい、B さん、どうしたんですか。バンチ化してたたえよ、ゼフゼフ。ぜい！もう、
帰り、お帰りなさいませ。イーサンどうぞ。王の話をするとしよう。会長、ヤンデレラさんいないね。私は最悪の席に立つ。星の宇宙に物見の歌か、楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者のみ通るがいい。ガーデンオブアバロン。まさか、わらわら。ヤンデレラさんはから鍋してる。そんなはずが、わらわら。あ、バイスさん、ヤンデレラさんネタすべての変更を癒す。わら、彼らが権限せよ。ロードキャメロット。ダウトは、お、本当でござるか。動揺しすぎ。あ、わら、バイスさん嘘はいけないよ、嘘は。ではその了解、押し切ります。むきっとここは西子の毒を飲んじゃったのよ。俺は見逃さないよ。多分嘘はいけない。時を気にしてるぞ。ここにいますよ。逃げ場なんてないよ。試練に何かん。ステータスアップ。リンノガセ。これで耐えます。嘘は良くないな。いた。スーパーバスタータイム。嘘つきはコモの始まりだぞ。消え。嘘はカフェマリン漬けにしますよ。あ。嘘つきがいるぞ。ではそのと。ヤンデレラさん。任せよ。やヤンデレラさん。へえ。ではそのと。隠れても無駄。試練。ん？俺は嘘をよくつくから、嘘はすぐにわかるんだよね。任せよ。まさか、床下にいたというのか。うむ。け、本当に大丈夫なのか。もしやレイジを使うのでは。ふっ。来たぞ。今日は楽しい。ヤンデレラさんだった。あわわわわわわ、から鍋とか言ってないよ。ちょっと作業をしますのでしばらくは慣れます。嘘への反応早すぎませんかね。気に食わぬ。やどうあがいても絶望。マジで大丈夫なのかヤンデレラさん。行ってらっしゃいませ。お任せ。夢のように片付けよ。黒人が重物化しとる。わら。任せよ。やばいな。いいとも。茨城ちゃん飽きてきちゃった。私はどこにでもいるし、どこにもいない。だからこそここにいる。イテラです。イテラー。行ってらっしゃい。ヤンデレラさん何かあったの？行ってらっしゃい。怖いな。この辺りいじった方がいいんじゃないか。おい、アーカードがいるぞ。これが終われば鬼ヶ島かな。上げていくぞ。聖者の泉よ。王の話をするとしよう。独唱の幕、門を開け。王の話をするとしよう。独唱の幕を開けよ。押し切ります。ヤンデレラさん、一体何かあったんですか。アーカードだったっけ。シュレディンガーかわいい。我が才を見よ。レポートが参考にとかヤンデレラさんの目で言うなよ。黄金の撃破ウッセントクラウディウ。ログが消えてる可能性。星の宇宙に物見の打てな、楽園の端から君に聞かせよう。ログが罪なき者のみ通るがいい。ガーデンオブアバロン。レベル50が見えないですよね。レベル50だったぞ。23分前に遡れば証拠がある。アバンタが先の可能性にレベン。かわいい。何もないよ、何もない。レポートがあるだけ。ないですね。フローティアル。走れ草原ラッショーモン大演技。乱暴だな、君は。ヘルシングの最後らへんにアーカードが言ってたセリフですね。元はシュレディンガーのセリフですが。神明、お望みのまま。私は最悪の席に立つ。それはすべての怨恨を癒す。我らが権限せよ。ロードキャメロット。パーフェクトだ。オルター。動画に13分前あたりに戻せば証拠が。茨城ちゃんを畳みかけるときだ。クローティアル。ヤンデレラさん増えたのか。茨城の耐久エグくない。モルダー、あなた疲れてるのよ。
ファイトです、ヤンデレラさん。はい、了解。では感謝の極みを押し切ります。そういえば、ヤンデレラさん、やーうっぷあるじ。うむ、ふっ、明らかにアバルタ戦士戦だよな。ぜい、ステータスアップ。手形さん、これで耐えます。持ってます。いいとも。ではその通り。キャスターすげー欲しいんだけど、4年買いました。どうかな。手形さん、はっ、ぜい、バイスさんのはさっき聞いた、わら。この辺り、いじった方がいいんじゃないか。わ、お、セガサターンは懐かしい。セガサターン、しろ。夢のように片付けよ。あれでしょ、セガの女性、スイッチカーター、エレシュキガルが、エレシュキガルで可愛いキシュガルすぎると感じているのは私だけ。キシュガルか、サターン、ご飯なんとかで見た気が。我が才を見よ、しかしで讃えよ。ウォーキングオブボックで黄金のゲッダウッセントクラウディウス。ふっ、夜は楽しい。ムーンウォークかな。まだ倒れません。ステータスアップ、これで耐えます。パソコンエンジンなら王の話をするとしよう。ここで聞いたことのある単語。私は最悪の席に立つ。星の宇宙民、物見のウテナ、楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者のみ通るがいい。ガーデンオブアバロン。キング、キング、キングゲーナー。それはすべての怨恨を癒す。セガサターンとの役務が権限せよ。ロードキャメロット。セガサターンのおすすめゲームは何ですか。セガターさん、しろ。はっ、加賀さん、当たり前ですよ。そのセガタさん、しろの運転中よ。クロー走れ、草原、ラショモン大演技。指が折れるまでセガサターンしろ。ぜい、何でも走らないよ。知ってることだけ。なぜキングゲーナーなのか、三四郎か、はい、おい、オーバーマンがいるぞ。どうかな。バーチャロンが一番いいですね。ほんと役立たずでごめん。マーリン、いいだろう。少しばかり誇張して書いてやる。委員長の中の委員長もいたぞ。体に悪いけど、夜食としてメロンパン食べよ。カフェインも摂取した。ではヤンデレニウムも入れたし頑張ろう。つまらん。お姉さんは何でも知ってるよ。はっ、あっヤンデレニウムとは。ステータスアップ、これで耐えます。姉ちゃんの泉よ。ただいま。新たな元素、わら。うむ、もうヤンデレニウムのエナジードリンクが最適解。キング、キング、キングゲーナー、異物混入。ヤンデレラさん、無理はするなよ。ヤンデレニウムなる物質について気になる。我が才を見よ、しかしてたたえよ。ブラックオーバーマンは知らよ。黄金の撃打ウッセントクラウディウス。た夜は楽しい。息子に産む敵のやつですかね。ヤンデレニウムとは。ぜい、ヤンデレニウムカフェインです。やったたず、はい、サポートが優秀すぎるわ。はい、ではその眠くなせい。つや、やっ、帰ってきたら新しい電車ができてる。わら、落ちます。お疲れ様でした。つや、失いいさん、死ぬなぁ。死なない。そろそろ落ちます。お疲れ様でした。カフェイン上カフェインを用意。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。E さんが落ちたぞ。お疲れ様です。あれかな、はい、あの子も眠たいな。うむ、押し切ります。つや、お疲れ様です。お疲れ様です。やー、お息子に産む知ってる方がいるとは。お疲れ様です。た、お疲れ、おつでしゅ、いけるぞこれは。お疲れ様です。おつです。お疲れ様。
走れ草原羅生門大炎帝。ヤンデレに向かわヤンデレの体内に蓄積される特殊金属元素のことでヤンデレの戦闘力とされているものである。古事記にもそう書いてある。カット。ヤンデレニウムは息子ニウムの亜種ですね。僕は死にません。顔見せ。倒れません。な、ではなるほど、オルタが消えると落ちるのか。謎は深まるばかりだ。お疲れ様です。要は楽しい。なんて。しくじった。古事記万能だな。取ったどう。戦闘終了。わらわら、息子タウムって早くに立てましたか。確信。三値。ピンチ。イーサンはいつでもウルタ化できるのか。ナルコやね、おめです。わら。古事記に載ってないものはない。やったぜ。おめえ。ありがとうございます。ガンさん起きたのです。すげえ、耐久パッテイ大、おめです、おめです。勝った、第三部官、E さんのフォームチェンジだね。仮面ライダーネタ満載のニャルコはいい文明。訪れ、オルタニウムならぬオルタニウム。おめでとうございます、わら。ねえねえねえ落ちしたと思った。ねえねえねえ落ちしたと思った。残念、カフェイン強だ。ほら、さて、タマモンを見せてもらおう。落ちたな、確信、うちのタマモンを見てください。おめです。ぶっころ、えっちゃん、呼びましたか？こんな可愛いでしょ。オルタ、オルタナティブゼロだね。術は違う術。さっき新宿のアーチャー引いた。いたぞー、いたぞー。可愛いよね、可愛い。え、違うそうじゃない。怖い。何気に仮面ライダー。カフェイン卿はセガサターン持ってる。これが本家だよ。これが手加減だ。キャットやんタマモではあるけど違うから。今日だよこれ。合ってるけど違う。タマモ前レベルが50でござったぞ。術らしいです。術じゃないよ。ん？本家は？ファミコンとスーファミだけですね。かわいい。めっちゃかわいい。でも違う。今は術のタマモが見たいんだ。術見せてください。オスオス。そっちないんだけどキャスは？本家、本家。本体のレベルは？ほら。本家は？これは逃げられない。スーファミは神ソフト多いですよね。あれ？ちょっと服が赤いけど、おっと？ルブ80だよ。あら、かわいい。これは、わらわら。てか、E さんに画像パクられた。おい？あれ？ドリキャスは両ゲーもクソゲーもあると聞いた。今見えたぞ。もしやバイスさん、わら、あれでおかしいぞ。タマモが欲しすぎてキャットをキャスキツネだと思い込んでる。あ、じゃあ私買います。おお、そうだな。いやー、服が赤いキャスコなんて初めて見たよ。ほらいからないからってミコットさんと E さんがおっしゃってるから。50だよね。そうだよね。ハイライトオフ。ハーコのエプロン癒されるんじゃ。あ、僕もスーファミ持ってますよ。キャットを術たまもだと思い込んでいる一般男性。あれあれ、ダウト、わら。50だね。ああ。逃げられない。アウトー。これはショス？下にたまもキャットって書いてあるんですが。バイスさん、育てよう。あ、いやそこまでしなくとも。50じゃねえか。さて、今四天童子が出ました。わらわら。タマモってバーサーカーだっけ？じゃあ今日の放送はここまでにしましょうか。なぬ、初代プレステ A にあった。これは巨星拳案件ですね。おめでとうございます。おめ、あ、おめでとうございます。これはやりタマモ前ホーブ後の刑に処すしかないな。四天童子おめです。お疲れ様。おめめー、おめです。これは巨星拳。ずっとボックスガチャを待ってるんだってばよ。お疲れ。チャレンジクエストクリアした。お疲れ様です。お疲れ様でした。清姫も70で止まってますけど。どういうこと？おめです。逃がさんぞ。バイス君、逃げるなー。お疲れ様です。おめでとうございます。背後には気をつけてください。